ちなみにね、最終時間はね、それか、そうね、合流してから買いに行けばいいんで、まあ、3時半までには家出たいかな。あと2時間。今1時半ですね。いや、てか俺この週に2時間かかったらもう終わりなんだけどね。マジ、ここやべ、危ねえ、せなった。なんだろう、この詰まり具合を。無理やり引っ張り出すっていうのも一つの手段なんですけど、まあ、完全にもう戻らなかったですよね。スイッチが完全に、行方不明になっちゃったんで、戻したくても、なんとか戻ってきたけど、って感じですかね。ちょっと基盤押し込んでみるか。一応基盤が返ってきたんでまだいいんですけど、もしかしたらここにもうちょっとネジあんのかな。でもね、ここまで詳しくね、分解画像載せてる人いないんですよね。ただ大きさ的に、そうね、スイッチライト取れば、基本的にはギアがちゃんと出てくる仕組みにはなってるっぽいんですけど、まあそうですね。最悪はやっぱり、これごと買い直しですかね。30周年後。知らなかった。こいつの方が新しいんだ。まさか緑の方が古いなんて思わなかった。でも一応緑もね、中間にどれか入ってないんで、多分これも多分全、まあ中期型なのか全期型なのかわかんないですけど。中照らしてみて、ねじらしてみようか、見てみるか。いや、中にはねじらしきものはないな。そもそもどうやって止まってるかもギリギリわかんない。多分ここ接着剤か何かで固まってるだけだとは思うんですけど、無理に傷つけたくないんですよね。汚れと傷は、まあ、若干汚れついてますからいいんですけど。ダメだな。もうちょっとへこんじゃったけど。危ね。引っ張り出せないってことは何かがくっついてる証拠なんだけど、あんまり割りたくはないけど割るしかねえかな。そうね、側面にこれ以上のネジはないんで、奥底にも隠しネジらしきものはこれ以上はないんで、やっぱり多分何かのこのヘッド掛けでくっついてんだと思うんだけど、このヘッド本当に割るしかないんで、最終的なもんすぐ。俺の手の油なんかギアの油なんかかけないけど。首元が汗も出てきた。イライラしてきて。どうしようもねえな、これ。外れてくれないと話は変わるのでね。今回、マジ今回の一番のこいつなんで、まあ、まだ緑が壊れてるんだったら諦めてたんですけど、ごめん、こいつだけはね、諦めつかないんだよ。俺ちなみに諦めと往生際だけはね、人100倍悪いんで。そして俺の辞書に、ね、我慢と妥協っていう文字もないんですよ。ちなみにね、さっき白いちっちゃいのなくしたと思ったんですけど、こっちだ。このヘッド側のやつが白いギアっぽいですね。白いギアっていうかギアボックス的な。なんとなくわかった。ここね、うっすらここの下の電池からの配線のところにネジが止まってるんだけど、このスイッチって先外れね。これでやったら引っ張ってこれねえか。危ねえか。無理か。じゃ、綺麗にこの辺の、なんか。あ、これがあるか、電池ギアか。わからん。ヘッドを割るか、電池ボックスをハンダで穴を開けるか。二者択一しかないんだよな。あ、取れちゃった。とりあえず爪死んじゃったんで。
ベンチボックスの破壊作戦でいきましょうか。見た感じそうですね。これ以上はネジなさそうなんですよね。どうでしょうね。一応、この中にネジでこの金属部分が押さえつけられてるのは分かったんですけど、見た感じで。それ以外目立っても、これ以上ネジ穴はないんですよね。完全にまだなんかネジ穴が6個いんだよ。あるとすれば、ちょうどここなんですよね。もういや、バカジカルでぶっ壊すかいっすよ、もう壊れちゃってるんで。おっつ。取れた。なんだ、これ引っかかってるだけだった。あ、なるほど、そういうことか。ここにこれが挟まってるんだ。だからこれが抜けないんだ。ってことは、こっちを無理やり引っ張って抜くしかないってこと？え、これどうやって抜いたの？前の人。すごくね、これ抜いた記事のある人たち。最終的にはここ割るしかないんだけど。つんつってもそうそう戻る必要ないんで。そうか、これが引っかかったら抜けねえか。ってことはやっぱライトスイッチ抜いて、配線無理やり引き抜くしかなさそうっすね。怖いんですけど。いやー、怖まじで。ここまでやっちゃったらもう腹くくるしかないんで。線切れたら最高判断があるんで、そうね、判断でくっつければ無理がありますけど、あと絶縁だけして。あ、そういうことだよな、抜き方的には。よくこんなのスポーンって抜けるね。ちょっとこの辺になんかコンデンサらしいものがついてるっぽいんで、それも気をつけなきゃ。ないんですけど、スイッチ変に引っ張ったらハンダがほんとスポンって抜けるんで。このスイッチは。これはでも、このスイッチと連動してるこのギアがすごいな。初めて見た、こんなの。中から細いもの突っ込んで、ガンって押し出す方法もあるんですけど、もしくはこの辺をニッパーでガンって掴んで、フッて引っ張る。あれ完全に切れ目いっちゃった。これがこう引っ込めば、多分スイッチ抜いて、多分スライドする式だと思うんで。とりあえず、このままやってても、どうせ壊れて、お釈迦になるだけなんで。スイッチがね、ちょっとでも、危ね。出てくれれば、こっちのもんなので。ただこれ、よくこんな一体制限の中にこんな、ゴミみたいな塊入ったら。これはすげえわ。これ、ヘッド部分に、ちょっとゴミみたいだけど、私も。ここまで引き上げたんだけど、これ以上抜けねえんだよな。うっ、つあれ、怖っ。でもいいかな。うわぁ、クソ、スイッチ長っ。最終的にはほんとこっち側のネジ穴殺すか。ここ壊しちゃった方がいいよね、多分。あ、それやるとほんとに固まんなくなるんで。そうね、要注意なんですけど。あ、でもそっか。ぶっちゃけ、ここ割れたとしても、ヘッドでガッて挟んで、ここでネジ止め台車にするんで、そうか、いけなくはないのか。ただ、中でネジが空転する可能性あるんですけど。いや、そうね、躊躇するんだったら、一切、ほんと、硬っ。というかもうちょっと、このネジ穴壊しちゃいます。壊すしかないんで。硬っ、でもこのネジ穴。
多分ね、本当の修理の仕方これじゃないんで、このネジ穴絶対に壊さないから、ね、俺はこのやり方しか残ってないんで、時間的に。まあ、なんかあったらまた買い直せばいいだ、買い直せばいいだ、それで、いや、失礼言い方ですけど。あ、でも、プラレールって基本的に再生産はされないんでね。まあ、これでニッパーもお亡くなりになった場合には、こうすれ。サビサビなんで、買い替えますんで。今回、このニッパーに最後の頑張って。一番いいのはハンダで溶かすことなんですけど、ちょっとハンダ温めるの、時間もったいないんで。おいった。これでネジ穴死んだんで、あとはここを切開すれば、よし、オッケー。これで多分もうちょっと、よし、オッケー。多分これでオッケーですね。そしたらこれで多分、外れましたね。ハンダがなるほど、こことこもりされてんのか。で、これでギア割れてなかったら大爆発ですけど、ね。ここのギアはセーフ。ちょっと回してみようか、この状態で。電池ボックスに配線が入ってれば動くんで。スイッチこっちか。ちょっと待って、スイッチがへっこみすぎてなくなったの？あれ？どういうスイッチ？やべ、壊したかも。壊したかも。多分そうですね、突起がなくなってるんで折れた。いや、折れたでも破片があるはず。線は生きてるな。うん、完全に壊れた臭いっすね。電池の時合ってる。電池の時合ってますね。そうですね。完全にお亡くなりで、これただのプラスチックゴミになりましたね。どんまいすぎるなぁ。どんまいで決まらないですけど。あと、本当だったら何か。何なんだろうな。手がギアだから。ちょっと戻しましょうか。絶縁はある程度されてるんで、多分大丈夫ですね。このまま突っ込んで。いや、ダメか。入った。多分。スイッチがめり込んだな、やっぱり。あ、こうっすね。これでは多分ここが動くんだと思うんだけど、これで動かないってことは、やっぱりここの配線のどれかが死んでますね。可能性的にはやっぱりここか。このライトスイッチが。でも引っ張っても抜けないってことは、ハンダは生きてるんで。そうですね、ここもハンダは生きてるんで。あとどこ行ったっけ？これで出てきたんだけど、もうちょいおしこで。これ OK。これで電池ボックスは出てきたんで、電源入れれば、あ、動いたな。この時点で動くんだ。
はい。いや、見た感じギア死んでないな。あ、わかった。この子だ。この下っすね。ここだ。ここのギアが、今死んでた、多分。ピンポイントで止まんないんで、申し訳ないですけど。あれ、どっちか、こっちか。あ、ここっすね。ほら、ちょうどここ。あ、犯人、こいつか。このギアって、どのギアだ？多分、このギアあったっけ？ちなみに、このギアだと、さっきの人修理してるわ。そうですね。これだ。これが最終減速ギアってみたいですね。これが死んでたんだ。ちなみに、割れたギア？ちょっと待ってくださいね。シャフトは2ミリで、ローレット加工されて、ギザギザが入ってます。この辺はどういう意味だ？どうなんだろうな。ここって下にギアは、ああ、そうですね、同じやつですね。これだから2ミリの普通のギアでいいみたい、見た感じ。2ミリの、まあ、ローレット加工がされたギアってあるんですけど、まあ、10T というギアっぽいっすね。この人がどのギアを作り直したかわかんないんだけど、ちょっと待ってくださいね。ここか、2ミリのギアか。ただ2ミリのギアだったら、他のやつと同じだと思うんで、そうですね、他の動力、他のだからその割れたギア、2ミリギアを何使ってるか。ギア10%ミニオンギア80-12ってやつなのかな。これは違うギアかもしれない。ちょっとお待ちくださいね。そうですね、このギアか。なるほどね。ってことは、まあ、動力鉢でここあと電池で止まってるだけなんで、これスポンと外すだけなんで。そうですね、問題ないんですけど、このギアか。これは確かにガチャガチャ言うわ。完全にパックリ死んじゃってるもん。2ミリのギアあったっけな、そうで。多分今ぶっ壊して振られるたちに多分2ミリのギアないはずなんで。2ミリじゃなかったらあるんだけど、これ2ミリか。あー、これ2ミリじゃねえな。1.5 ミリぐらいかな。1.37 ミリぐらいか。0.5 ミリのギアないんで、多分こういうギアを切るしかないんですよね。それはそれで避けたい。ちょっと待って。プラレール 0. ん？プラレール 5mm やから。プラレール、ギア割れ、5mm でやったら出てくるかな。プラレール用のピニオンギアをそもそもネットショップで販売してるって。ネガモショップってところ？これか。ネガモショップ。これ何番？多分10だと思うんだけどな。値段は安いな。だいたい20個とか入って、まあ3、まあそうです、400円しないぐらいか。なるほど。あとは一応12波7個、14、3個、10個、3個、8波4個セットのギアもあるんだけど、噛み合うか。でもそうだ、こんだけ、これ両方にギア変え合う設定になってるのか。だからつまりこの程度ある程度長さがないと、今度ここが今度スイッチが、
そうっすね。入んなくなっちゃうんで。そうね、普通のギアでは多分いけそうにねえかもな。ちょっと変なところが割れたな。本当に長いギア買って交換するしかないのかなとも思うんですけど。どうしましょうかね。どうしましょうかね、本当に。どのギア使ったまでは記載がないので、これは自力で当てるしかないのか。とりあえず、ちょっとヨドバシ行ってみて、こういうギア売ってねえかな。多分2ミリのギアみたいっすね。2ミリのギアで、ローレット加工が点2ぐらいってやつみたいなんで、ちょっと待ってね。タミヤのギアで2ミリ調べてみるか。多分、ラジコンのタミヤのギア使ってる人いると思うんですよね、ある程度。どうだろう。一応タミヤのギア2ミリで調べたんだけど、これか。一応アマゾン出てきたな。オーディオファンのピニオンギアセット ?2 ミリで 0.5 モジュール QT14 って今ギアサイズ合わねえの知らねえけどさ、よく。どんだけ種類なんだ、こういうギアって。ピニオンギアで調べると、あ、いいの出てきた。ああ、いいのあったな。6ミリ、ん？何これ。10パー20個入り6ミリかける2ミリがあった。これか。アマゾンで557円。これどこの業者だ？ UXC、あ、ちょっと待って、間違えた。アマゾンで500円か。しかも20個入り。20個か、20個あってもいらないっちゃいらないからな。そうだ、いらないっちゃいらないですよね。タミヤのギアで直してる多分いると思うんだけど、ちょっと待ってくださいね。ああ、でもそうです。やっぱり、ヤフオクで買ってる人いますね。タミヤのプラレールはねえのかな。まあ、アマゾンで買ってみるか。一応、プラレール修理、新メカ動力車、モーター用ピニオンギア。10パ6個入り。多分ね、大きさ的にはね、この新メカのやつ合いそうなんだよな。新メカ？ いや、そこに話しちゃった。新メカのギアだったら、ぶっ壊せばあるんだよな、1個。ちょっと待ってくださいね。もう片っ端からいろんなブログ見てさ、勉強するしかないんだよな、これ。普通の動力車のギアと一緒か確認するか。車輪のギア、車輪のギア。あれ、車輪がない。あれ、俺、車輪 E1 に返したっけ？あれ、E1 の車輪返ってきてねえ。あれ、あったあったあった。多分ね、この車輪のギアといけたら、この車輪のギアでいきたいんだけど。
この車輪のギアはこっちっすね。大きさ的に。どうだろう。そうですね。この車輪のギアの倍ぐらいのギアが欲しいな。特注的なやつか、下手すりゃ。そうかね。ギア無理やり行けば行けなくもないけど、引っかかりを考慮すると、そうそう、ずれなくなった。多分大きさ的にはこのギアよりちょっと大きくて、ちょっと軸外せば入るんで、ちょっと待って、よいしょ。電気でパシるのか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと最悪動力会社のギア抜いてみるか。ちょっとうまくいくかわかんないですけど。どっちみちこのマックスのギア、このままだと使わないんで。外れるんだったら。抜けねえ。誰かタミヤでさ、タミヤのプラレルギア交換したやついねえかな いたらすげえありがたいんですけど。多分でもね、動力だけなのかな、タミヤって。メルカリには売ってるな。金属製のギアもタミヤのやつあるみたいですね。一応ミニ四駆グレードアップシリーズ。8T ミニ四、ピニオンギアセットか。真鍮プラスチック各4個入り。タミヤだったらトレッサにあるんで、最悪トレッサまで行けばどうにかなるんですよね。タミヤの 8T か。ちょ、タミヤで 10T のギアセット探してみよう。タミヤの、10T のギアセット。で、これヨドバシにあるんだったら、今すぐそうですね。ヨドバシちょっと行ってみる分にはありだと思うんで。タミヤの 10T ギアセット。これは？これはどこでした？一応楽天が引っかかったんだけど。どこの業者なんだ？シャフト系 2mm の130モーター、外径 5.6mm、はあはあ。ミニッツ全シリーズか。一応、デルリンピニオンバリエーションで 10T、1956に該当と。多分これなんだけど、何個入りこれ。書いてねえんだよ、そこまで。タミヤなさそうだな。そうね、タミヤのギアセットで合ってると思うんだけど、カスタマーサービスオリジナルとかになるんだ、下手すりゃと。一応タミヤのミニ四駆 8T ピニオンセット10個入りっていうのあるみたいなんですけど、カスタマーサービスオリジナルになっちゃってんだよな。ちょっと待って。タミヤのカスタマーサービス調べてみるか。タミヤ、カスタマーサービス、これか。
ミニ四駆用のギアセットってどれだ？これかミニ四駆グレードアップパーツ。この中に多分ギアセットっていうのがあると思うんだけど。トレッサ行った方が早いかな。でもね、タミヤ自体はね、ずいぶん前、何年か前か忘れたんですけど、5、6年ぐらい前に、ね、大井競馬がタミヤとコラボして、馬券提示して、ガランガラン回して当たれば、その騎手の勝負服の、なんかお手製の、お手製とか特製の、確かね、あったんですよ、当時。ないなぁ。値段的には200円ぐらいで売ってるっぽいんですよね、その8ミリ用のギアのやつは。ただ見た感じねえな。マジでないっすね。そうね、ギア的には、ないっすね、やっぱり。一応他のなんか変な白いギアだったら出てくるんすけど、そうね。タミヤのはなさそうですね、見た感じ、この10波のやつ。タムタムも在庫切れてますね。レインボープロダクツって業者のギアがあるみたいなんだけど、在庫なしになってるんで、多分ねえな。ちょっとヤフオク見てみればいいっすよ。ヤフオクであれっすね。まあ、銀行今、土日営業したいんで、まあ、ゴールデンウィーク今休んでるとこ多いんで。それ見て。で、本当はね、N ゲージが届いてるんで、本当は N ゲージの紹介したいんですけど、マジでプラレールのせいで時間クソ取られてるんですよね。俺のせいだけどさ。ピニオンギア。で、10T か。ピニオンギア 10T で調べると、これか。見た感じ全然形状違うんだよな。4.7ミリ。4.7。4で済まねえよな。定規ねえよ。加藤のリレーラーあれば定規になるよ。加藤のリレーラーねえから取ったよ。さすがにねえか。定規俺の分入ってねえかな。入ってない。勝丸君の鉛筆っぽいのだったらあった。なんでそれを入ってんだよ。待って、定規あった。とりあえず、俺がガキの頃使ってた定規が見つかったんで、ちょっと外してみるか。ネジは ?1 本2本か。ちょっとここの外側外しましょうか。一番ここなんで。ドライブどこだっけ？邪魔なプラスか。しまおうか。もう1個外した方が良さそうかな。これで、
とだけ緩めるか。これ全部開けた瞬間にガバってなると思うんで、ここだけ、あ、ナイス。これだけ欲しい、これだけ欲しい、これだけ欲しい、これだけ欲しい。これだけ欲しい。なんで落ちねえの、こいつ。最悪、案の定ずれた。これか？こっちで。こっちか。危ねえ、危ねえ。よし、とりあえずセーフで。今、ヤフオクのサイズいくつっつったっけ？今、ヤフオクにあるのが10羽のやつで、1個入りかな、これ、おそらく。モジュール 0.5 発10で 1.95。で、ここが 5.7。こっちですね。ここの横幅が 5.7 で、縦が 4.7 ミリ。4.7 ミリ。あー、残念。これ6ミリですね。6ミリか。でも、ヤフオクにもあるんだよな。さっきの変なやつが。まあまあ出品者はちゃんとしてる人なんで問題なさそうなんですけど。一応、そうですね。まあシャフト径2ミリ。ただ1個か。1個で600円は高えよな。しかもこれしかなさそうですね。そうですね。あと基本的にはフォークで売れてるのはやっぱり 4.7 ミリか。これよりちょっと大きいしかないんで。最悪、ここのギアの部分が、ここがこうなってるんで、少しちょっとずらせるので良ければ 4.7 なんだけど、ただ 1.3 ミリって考えるとでかいんだよね。どうしましょうかね。一応、あと楽天にあるんだよな。プラスチックギア、ホワイト10パー、モデルホイール、自動車用、モーター用10個入り。ただ、スペックが5ミリで10ピースで 5.7 ミリなんですよね。ここの幅5ミリは多分合ってる。そうですね、直径はだいたい5ミリぐらいですね。直径の5ミリは OK なんで、これがヤフオクに1個あるんだよな。ちなみにそして5ミリ、5.7 ミリ、シャフト直径2ミリ、シャフトの直径が2ミリ。シャフトの直径2ミリもそうですね。まあまあ大体合ってるか。遅くとも1ヶ月程度かかるって。1ヶ月は待ってらんねえな。これいいな。そうなるとヤフオクか。ヤフオクじゃない、アマゾンか。アマゾンだと、そうですね。無料配送で5月6日には来るんで、アマゾンありだな。ちなみにスペックは？スペックが書いてない。自動車も、あ、6ミリか。サイズ6ミリ、2ミリ、10パー、20個入り。そうですね。多分、同じやつかな。UXCLL っていうので、多分、ショップ的にも同じっぽいんだよな。そうですね。楽天のやつ同じですね。んで、こっちが、大きさ的には10個入りか。そうですね。10個入り Amazon だったら、そう、Amazon だったらか、普通にAmazon なんだっけ？ギフトカードか。1000円分ぐらい買ってくれば、ちゃちゃっと済む話なんで。俺いくら入ってるっけな。メールに、なって、アマゾンからメール来たって、スマホに。ちょっと待って。ただ来てないんだけど。あ、来た来た来た。ちょっと待ってくださいね。なるほど。ずいぶんログインしなかったからログインしてくれたんですか。承認また返してください。はい、ブラウザ由来速。で、承認。で、戻して、で、これで画面変えると多分戻ったかな。そうです。多分ね、俺ね、アマゾンで買い物するときって、俺、室内トイレしか買わないんで、室内トイレのパーツ、テーブルリーとか、ポイントがいくらあるかわかんないんだよな、ギフトカード。あ、900円あるわ。じゃあ900円あるから、これちょっとポチってみるか、アマゾンで。
せ、557円で、あれだから、で、ついでにポイントあるから、ちょっとポイント買ってみるのは騙し騙しで。治るかどうかわかりませんけど。そうですね、このまま続行して、ギフトカードしよう。あ、ギフトカードしようって続行。あれ、続行できねえ。ちょっとお待ちくださいね。いまいち分かってない。レジに進む。この住所に届ける。ちょっとお待ちくださいね。いまいちわかんねえんだよ。なるほど。全部で1000円かかるから、ちょっと金額が足りないんだ。OK。だったら Amazon、あれ、Amazon ギフトカードって1000円から買えたよね、確か。確か Amazon ギフトって金額自由に買えたはずなんですけど、Amazon ギフトカード。ちょっと待ってくださいね。Amazon ギフトカードは、確かコンビニとかで売ってるんですけど、金額っていくらからだっけ？確かに自由に選べるんだよ。1万円から3万とかって感じで。シートタイプの Amazon ギフト券もあるんだ。ピーやファミポート、コンビニ店舗でマルチ店舗でギフト券と。で、紙のシートに記載されてる、あ、でもし、えー、人も入力するとか。ただシートタイプは販売終了と。一応、コンビニ店頭で購入できる Amazon ギフトカード一覧って金額載ってねえかな。ただシートタイプってやつ3月31日去年で終了してるんだけど、シートタイプってどういうこと？わ かんねえ。一応そうね、カードタイプは普通にセブンイレブンとかで売ってますね、やっぱり。ちょっとお待ちくださいね。その金額わかんねえんだよな。金額は、3000、5000か。あ、だそうやっぱりあれか。あ、1500円か。あと1500円から5万円の間で1円単位で金額指定できるんで、だったらまあ1500円買っちゃうのもありか。それが一番安いですからね、金額的には。1500円か。ちょっと聞いてみようか。あと商品券タイプが1000円かける10枚組。だまあこれから別にあるか。友達にまああげてもいいよってやつか。まあそこに本当にあるか。プ、あ、なんつうの、クオカードみたいな感じなんですか。そうですね。とりあえずは1個一応俺の Amazon ログインしてお気に入り入れてるんで、今。ちょ、そっちのでアクセスいけれるんで。そうですね。ちょっと考えましょうか。ちょっと待ちくださいね。そうですね。一応今、商品欄の方にまだ1個だけ入ってるんで。そうですね。一応似たようなやつかどうかわかんないですけど、まあ、試しに1個買ってみて。まあ、失敗したら失敗したで。それで行くしかないんで。そうですね。まあ当たってくだけので。でも下はめた時には、そうですね。まあ、少しでもね、ギアは当たって動けば。問題ないんで。よいしょ。取れていった。なくさにちょっとネジしましょうか。ごめんなさいね、尺長くなっちゃって。多分ね、この動画2時間コース確定どころじゃねえんだよな。よまあ、特にぶっ壊しましたからね、戦闘車に関して。よし、とりあえずじゃこれで、戻してみましょうか。まあ一応ね、戦闘車さえぶっ壊してるんで、まあ次やるときにね、多分治る、普通にやりやすいと思うんで、ひとまずは。ネジで固定と、ちっちゃいネジこれか。うちゅ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 う。これ磁石ついてないネジなんで。つかめるかな？ちょ、これネジつかめるヘッドにはなってるんですけど、多分さすがにちっちゃすぎて。あ、ギリギリ無理そうだね。
けるかな。ギリギリすぎる。とりあえず、穴の位置さえ合ってれば。うん、無理だ。このヘッドがでかすぎて、まさかのドライバーが入んなかった。惜しい、外れた。一番ネジなくしたくないけど、一番ネジなくした。あれー、ネジが一本あったと。危ない。そうですね、これ細いんで、本当にあれなんだよな。俺のドライバーこれ対応しきれないんだよ。ダメそうっすね。特にこれ。キングネットなんで、これよりちっちゃいドライバー。完全に色ついてるんで頭きて物投げてる。あ、こっち行けるかも。これ磁石付きだっけ？あ、ラッキー、これ磁石付きだ。接着剤投げちゃった。まあいいや、どうせ買えばいいだけなんで。ちょ、ネジ穴には入ったっぽいんだけど、もう一本ネジだっけ？腐ったまさかのドライバーが使えると思わなかった。よかった、筆箱投げるといて。配線が最悪。配線が邪魔なので。うわ、危ね。やべ、最悪。ダブね。ぜえ、これ。これ思った。なんとなくこれ以上製品化されない理由が分かった。多分これ、結構きついっす。N ゲージの方がね、まだチャチーっつったら失礼だけど、簡単かもしれない。ここか。穴が本当に見づらいですよね、目悪い。最悪。赤の最善ぶち切りてー、これ。もうぶち切ったら本当にそれ終わりなんで、ぶち切りですよ。完全に噛んだな。つかネジがはまったな。線が取れなくなったんで。今何時？まあ、2時半だ、終わった。そう、 N ゲージの処理先にしてよかった。これは俺のミス。もう一回ネジ外すか。運悪く線が本当に噛んじゃったんで。本当、動画でも見づらいと思う。俺もやってて見づらい。そこ。
わあ、怖い。入ってるか入ってないかもうわかんない。うわ、最悪。どっちだ？左側か。これで治ったって治ったんだけど。本締めできないんだよ。スイッチってこんなのかな？長さ。本当はもうちょっと出したいなって思うんですけど。こんなもんか。こんなもんしか出なかったんで、こんなもんでしょうか。で、あとは、金具ネジが全部で4箇所か。そしてそのネジが1、あ、3本でいいのか。1本足りねえと思った。3本だ。さすがにこのドライバーはこっちは無理だ。もう1本のドライバー、ドライバー、ドライバーどっか消えた。あれ？本当にあった。これでいいか。これも一応磁石付きなんで。残念。ネジ穴違った。うぜえ、もう一本のドラムどこ行ったっけ？おーいや、当分プラレールはマジご遠慮。はぁ、あ、疲れた。多分ね、ドライバーも投げてないんで、多分どっかに落ちると思うんですけど、さすがにドライバー投げたらドシャーンって言うとするんで、これドライバーは投げてないと信じたい。ふふ、接着剤は投げましたっすね。あれ、マジでドライバーがないんだよ。ドクターエロじゃん。あれ、落ちた？机から。いや、見た感じねえな。うん、ないっすね。机のここにもないっすね。うわぁ、あのドライバー、あれ、どうしたっけ？ やべ、完全に記憶障害だな。あ、筆箱しまってた。一度脳外科行ってこいかな。脳外科と精神科受診しますと、受診を勧めされたので。俺も今自分で思った。まあそうですね、記憶力は本当悪いですよね。これさ、ネジ止めで、あの、ネジもと、あの、なんつうの。ネジもと、あの、持てれるドライバーとかさ、磁石付きのドライバー買ってこい、今度。あ、そういうのか、力士で一人辞めるらしいっすね。30代の方。なんかもう腰がダメだっつって。大変っすね。これどっけかな。で、サイド3、動くかだけもう一回確認して。これ単4か。単4もいらない。これサウンドの電池ってあれいくつだっけ。サウンドの確認も俺もしかしてしないっけ。ちょっと待ってください。このネジダメだ。このドライも先端がバカになってるんで、使い勝手が悪いんだよな。多分サウンドのチェックしてないと思いたいんですけど。まあ、電池入ってるじゃん。あ、ただ動かねえ。おい、これサウンドまで壊れてるパターンだったら、本当にこれ捨てるぞ。そうね、金持ってなくていいから、今捨てることを選ぶよ。昨日届いた電池の袋どれだっけ？あれ？なんか、そっちに丸型電池入ってるんで。これはね、朝の使ったモノレールで検品できてるんで、多分動くはずなんですけど。残念。サウンドも故障だ、これ。いや、カタカタって言うの。ってことは動いてるわ。うて。はい、来たー。あぶねー。これであと次の駅を言うか言わないかで、死んでるか生きてるかが決まると。多分死んでそうだな。
そうですね。次の駅の反応ないんで、多分死んでそうですね。まあ、サウンド自体だったら、多分そうですね。もう一個の青いやつからかっぱれるんで。いや、ダメそうだな。多分これ死んでますね。とりあえず先に炭酸電池で動力仕上げ直すか。よいしょ。うん、大丈夫そうですね。よし、これで動力車のメンテナンスは終了。で、あとは車体に戻してはめ直すんで、これか。これ違う、これ普通のあれだ。壊れてる。あれ？タイヤゴムどこやったっけ？今のタイヤゴムじゃねえよ。今のただの車輪ゴム。かわいそうなことにタイヤゴムの紛失が発覚した。俺車体の後に入れたっけ？うん、ここに来てそのミスは痛いな。そうですね、車輪がない以上これ以上の修理は不可っすね。うん、机の上に見た感じ転がってないんで、どっか紛失した可能性が高いと。あ、よかった、入った。あぶねえ、十字陣だ、今。で、ちなみになくしたやつここっすね。こっち側のもう一個 の先端のやつ、そのちっちゃいやつなくしたみたいなんで。だからさっきこれ揺れてるって言ったんですけど。とりあえずは。ひとまずはめて。連結器にしたらこれかな。これを一旦固定しましょうか。あれ？もう一個ネジがあるっけ？もう一個ネジがあるはずなんだけど。やばい。ネジが、あ、普通によかったー。いらないティッシュが出てきちゃって。ドライバーどこだっけ？これでいいか。とりあえず、軽いじめで。そうそう。とりあえず、ここは、余計外れやすくなりましたけど。ここで多分本締めできるんで。ああ、やっぱりでも、そうですね。根元がない分、空転はしますけど。でもそれでも、ここのヘッドがなくなることはないんで。そうですね。それにネジもそこまで外れないんで、大丈夫ですね。そしたらもうしょうがないんで今日、Nゲージの動画は明日にするか。くっそ。惜しかった。接点はちゃんと当たってるんで、多分大丈夫だと思うんですけど、もう一回電池入れてるか。この接点が本当に悪いか。せー、こっちか。せー、うん。やっぱり続きの駅が出ないんで、壊れてるくせえな、これも。これね、ここの歯車が回転するとこの見づらいんですけど、この黒いパッキーのところに突起がお互いに内側にあるんですよ。それが触れて、多分なんか接点なのかなと思うんですけど。あ、動いた。あ、よかったー。大丈夫ですよ。あ、よかったー。サウンドまで壊れてたら本当にしてるところだった。よかったー。まだサウンド生きててくれて。せめてもの救いそこっすね。でもう一回だけちょっと、そうですね、ネジ締め直して。音がしないときは本当に信じれてたんですけど、まだこれ動いたんでよかった。いやー、本当によかった。最悪青い方のサウンド車をお釈迦にして。そうですね、サウンドするとこだった。あ、大丈夫ですね。東京ディズニーランドステーションです。乗車用ドアが開きます。ご注意ください。
大丈夫ですよ。よかったー。本当に寿命縮んだわ。もう当分プラレールはコリコリですね。まあでも確かに、羽田のモノレールも、まあさ、ギア交換はね、しなきゃいけないのしょうがないですけど、羽田のモノレールも動くし、で、もう一個の緑の方も直ったし、まあ、当たりっちゃ当たりなんですかね。まあ、シーテーバーとかミュースカイが一個ギア死んじゃってますけど、まあ、そのミュースカイのギアだって直そうと思えば、本気でガチで直せば、多分直せれると思うんで。まあ、とりあえずはそうね。まあまあ、旧大店っていうところですかね。まあ、金額的には、そうね、ちょっと最終的に何であるか、勘定したかったんですけど、俺がもう頭きて完全にあの箱の中に全部プラしまっちゃったんで、あの、ちょ、概要欄の方に、ちょっとこの動画後でグッて合成して、概要欄の方にあの、全部で、動力者何両、中間者何両、後尾者何両みたいな書き方するんで、まあ1両全部200円で計算して。で、あのね、随分前に買ったその、このプライド、これいくらで買ったか覚えてないんで、ちょっと申し訳ないんですけど。じゃあ、これ先に申し訳ない。蓋戻すの忘れてた。お待ちください。ドライブどこだっけ？あれ？ぼっとい、ぼっとい。ピンポドライブどこ行ったっけ？あったっつった。こっちがセーフ。これちなみに磁石あるんで、ネジなくしても、見つかればどうにかなるんで。ちなみに今何時？ちょうど2時半か。2時32分ですね。じゃあもともとネジが。あ、でもネジある程度閉まってますね。せめて後ろでなんだろう。六角ネジ？六角ネジが、あの六角なんですよ。あの、ナット入れとけば多分それで側になると思うんで。よし、このままか。さて、最後にもう一回だけ念のため確認して終わりしましょうか。そうそう、最終的には俺状態なんか気にしないんですよ。動けばいいし、いい主義なんで申し訳ないですけど。動力が。うん、まあ、カタカタはね、後でネジ交換するんでいいとして。そうそうね、その割には空転しないんですよね、ここ。ごめん、がっつり空転してた。うん、多分これはネジ交換ですね。じゃあこれは一旦ネジとって、一旦アマゾンで買おうか、どうにかとかちょっと考えていて。よし、そしたら、もう一回だけサウンドになるか最終チェックして。ちょっとぎこちないけど。電池がないのかな。あとはもうこっち、あ、でもこっちの接点がうっすら汚れてんのか。ちょっと後でこっちの接点きれいにしましょうかね。さすがに殴っちゃダメか。今普通にコーンっていった。やっぱりね、調子悪いやつはね、そうですね、電池抜いてやり直すと、まだ壊れてるか分かるんですけど。これでもう一回ちゃんと次の駅に言えば、そうですね、本当にちゃんと、まあ接点とかもメンテナンスすればどうにかなると思うんで。多分大丈夫じゃないですか、そうな気もするけど。うん、大丈夫です。とりあえず、あとは、そうですね、接点磨くだけでどうにかなると思うんで、まあ安るか。そうそう、ここの設定薄いんで、まあ、そうですね、どうにかするとして、よし、まあ、9台ゲットしましょうか。もうダメ、疲れた。今、2時35分なんで、あと20分で、そうですね、N ゲージの動画撮れば、なんとかギリギリ3時には。多分ね、この動画でも何時に上がるかって言ったら、俺多分日付またぐ気がするんで、すげえ、それだったらごめんなさいするわ。多分日付またぎます。てか、またがせます。多分ね、これ、今日中にアップロードするのもいいですよ。今から合成しなきゃいけないんで。で、この動画は多分ね、ほんと尺が2時間コース160%の壁で確定してるんで、うち基本的なカットとかしないといけないんですよ。もうめんどくさい場合は、あの、キネマスターってアプリなんで、そこでグッてくっつけて、グッてやってグッてやるだけなんで、YouTube。YouTube に繋げするだけなんですよ。すげえ楽なんですよね。とりあえずだから、そうですね、もう散らかってんのはもうこ
これは俺にごめんなさいするしかない。うん、これしょうがない。もう無理。これはもうどうしようもないから無理。そしたらそうですね、とりあえずはもう今回、取られる直ったので、重大点とします。これじゃあ無理。とりあえず後でギア買うかどうかは、そうですね、大倉大臣に言っておきます。とりあえず、使えるギアどれだっけ、ここか。使える電気ボックスがこれなんで。今回のでも戻れる全部丸型電池、しかも丸型電池もこれ在庫ないんで。あ、最悪、1本どっか変なとこ行った。ほとんどの電池がね、電池切れてるんで、まあ下手したら電極も減ってくれなくてもゴミもないんで、まあ生きてるのは本当に2分ぐらいだけなんで。手錠もないよ、多分なさそうっすね。本当は電極くっつけるのよくないっすけど、ほぼしょうがないんで、ひと待ちすればね、問題ないんで。これ全部使うのもったいないんで、最悪漏れた。まあ、ここをこうやって丸めればよし、これでいきましょうか。ギャーン、電池が漏れた。もう一度だけ立ってもらう。よいしょ、とりあえずこれでいきましょうか。申し訳ないけどさ、あ、最悪セロハンテープもちょっとなくなりやがった。とりあえずはもうめんどくさいんで、これでもうポイしちゃいましょうか。よし、じゃあそうですね、とりあえずはもうこれで後で給材品として、で、そうですね、ギアが直しない、そうですね、3台のモノレールプラス、まああの、今日の朝の分、そうですね、モノレールで試運転したいかなと思いますんで、まずひとまずすみませんがね、これでちょっと終わりにさせてください。で、この後ね、急いでエネルギーとか、ちゃちゃっと取って、そうですね、今日の撮影、終わりにしたいかなと思って、すみません、お待ちください。で、また次回の動画で終了、ありがとうございました。